さっきのところに戻ろうと思ったら、こっちから行った方がいいかな。茶碗坂でも茶碗坂って気になるな。茶碗坂って気になる。もうこっち見ようか。よいしょ。よいしょ。まだまだ坂歩きますからね。京阪。やっぱそうですね。あそこから20分ぐらい見といたらいいみたいですね。でもやっぱあそこが、清水五条がやっぱし最寄り駅になるんですね。20分あるんやったら、まあそこからバスに乗ってもいいかもしれないし、まあ京都からバス出とんのか。ただ多分混みますからね。今ね、まだこれコロナのね、あれですから、落ち着いてますけど。よいしょ。ってなんか京都っぽいですよね。まだ、あ、もう開いてるのか。はい、なぜこのお手すりはこんな波打ってんだろう。すごい坂だ。うわ、わかるかな。この坂の凄さがわかるかな。伝わるかな。平行がここですからね。ここで今水平ですからね。いやー、えぐいえぐいえぐい。面で見えますか、坂が。いやいやいや。へえ。こういう風になってんだ。勝手に通れないようになってるんですね。で、茶碗坂からこっちから下っていくとさっきのあたりに行けるからね。とりあえず、おうおうおう、配ってますね。すごいな、こんなところに個人宅があるんだ。天井二人体制でやってんだ。まあまあこういうところですからね。ここはふるさと阿波木さん清水。西陣織、ああ、織物屋さん、ここはスイーツ&ランチ、トニマル、あ、ウサギで10日。ウサギに丸でトニマルな。はあ、京都っぽい。あ、ここ冷やし飴1杯200円。冷やし飴飲んでいくかな。へえ、あ、すみません、冷やし飴いただけます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃさ、買ってきましたよ、冷やし飴。歩いた後はいいね。帰りにね、やっぱりね、言うてそう、あのバスでも飲み物買いそびれとったもんで。冷やしなんで冷たく飲みますけど、これ、あ、生姜効いてるね。あ、美味しい。
ちなみに200円でしたからね。ちょっと降りてやっぱ来るとお手頃なところも多いですね。いいじゃないですか。あ、美味しい。コーヒーレストラン。あれコットンかな。なんかこっちの方歩いてたらまた面白そうやな。これさっきの道ずれとるもんな。ちょっと歩いてってみよう。まだまだ時間に余裕ありますからね。だいたいいつもこのセリフを言っとると死亡不落なんですけどね、私。この前もそういうね、1時間半ある余裕やって言っとってね、駅に着いたら発車2分前でしたもんね。あ、でもこの辺りあれか、個人宅も多いんだな。すごいな。お食事どころなんだ、これで出世工事、出世できるかな、うちのチャンネルも。目指せ100人、いや1000人目指さないといけませんけどね、 YouTube やってんなら。これで小寄りって読むんだ。あれか、小寄りを言うとかってね、あのティッシュなんかでよく小寄りを言うなんて言いますけど、あの小寄りか。あ、でも人気で1500円からやったら、お寿司屋さんか。これは、あ、これでさっきの駐車場の方に戻ってくるんや。あ、ここに確か捨てれるとこあったな。神戸生まれの豚まんが来ました。京都で言われてもな。ああ。ね、やっぱこういうのを見ると京都って感じになりますね。京都はね、苦労しないです。京都らっぽいものを探すのにそんなに苦労しないとですよ。特にこの辺りはね、ね、私もいろいろと撮ってますけど、やらかしてますもんね。あの、大阪の街を練り歩いとって、あ、これは大阪っぽい店あるわって言ってね、お得やしって言って入った。な、重きし本社東京やったっていうね、オチなんかもありますからね。よいしょ。さあ、これで元の道に戻ったかな。わあ、どんどんお客さん増えてきてるな。わあ、か、人力車。はい。すごい。あ、GoTo トラベルのクーポン使えるんだ。すごいな。京都は相当推進したでしょうからね。ホテル西遊とかね、なぁ、すごいなぁ。金ととや。金のとと、ととが魚。あ、金魚な。ああ。なんか人ひねり絶対入れてくるんですね、この辺りは。そういえば、さっき気になる店があったんだよな。あ、いや、そこで渡ろう。ここは中国料理ね。さっき気になる店があったんだよな。このお餅屋さん気になるよな。ちょっとお餅売ってるわ。お餅買ってきてみようかな。へえ。おお、すごい。皆さんも連れてきた。ってことで買ってきました。なんていうのかな。浪川加穂さんでいいのかな。よいしょ。なんか小餅っていうね、あの、いわゆるザ王道なお餅とね、あとね、どら焼き餅も、あ、ここに書いてあるな。あ、住所とかも書いてあるわ。よいしょ。京都のどら焼きですよ。
ちなみにこれ2つ買ってね、こっちが120円で、餅の方が120円で、どら焼きが180円で、300円ですからね。ちゃんとリーズナブルにやるでしょ、京都でもリーズナブルに行きますからね、うちは。いや、いいじゃないですか。ちょっとどっかで。あ、京阪の駅にベンチかなんかあるかな。とかで食べてもいいですし。そう、やっぱしね、ちょっとお話聞いてました。やっぱ朝すごかったらしいですよ、きり。そうそう、こっちもね、来る途中の写真ね、前の動画とかで、ああ、いいや、別にここに入れときゃいいね、こんな感じの霧すごかったんですよね。そう。やっぱこっちの方もね、もうね、本当に、店から、前の、書いてあるね、交差点の看板を見やんぐらい濃かったらしいですわ。いや、よかったよかった。それが今はね、私は本当に結構晴れを引きますからね、一応ね、大丈夫かな、雨も当たらんかなって心配になったんでね、帽子は持ってきたんですけどね。まあ、どっちにしたって私、雨降ったって傘差しませんからね。いいですね。あとでちょっと、コンビニで飲み物の一つでも買って、揚げ物屋さん、エビフライ、ロースカツ380円。へぇ。こっちは牛串カツなんや。へぇ。まあ、こっちの方というより、あそこのお店だって感じかもしれませんけどね。大阪やと、豚串カツやもんね。まあまあ、これから、また大阪の方まで行きますからね。いやいやいや。何これ。なんか。あ、何これ。これは六原っていいのかな。あ、地元の人向けでもない。いやいや、地元の人向けって感じですね。フレッシュフーズマーケット、ハッピー六原。ああ。ハッピー六原。あ、飲み物買ってこい、飲み物買ってこい。よいしょ。